たくさんの大根が干されてたくあんになります。いろんな形のたくあんできますよ。我が家は塩分少なめにします。 2.5% の塩を入れます。一生懸命今計算中。たくあんに入れる柚子を取ってます。今年は柚子があまり取れませんでした。たくあんには入れられそうです。たくあんの味付けにはボウルの中に椎茸と昆布だしと煮干し粉が入っています。それから唐辛子とだし昆布とみかんのパウダーを入れます。みかんのパウダーは去年みかんを干して粉末にしたものです。これからたくあんをつけます。それをお酒を塗ってから